定スキルのハナキンラジオ。皆さん今週も1週間お疲れ様でした。転生貴族鑑定スキルで成り上がるアルスローベント役の藤原夏実です。鑑定スキルのハナキンラジオ、この番組はアガルアニメ枠にて放送中のテレビアニメ転生貴族鑑定スキルで成り上がるの魅力を花の金曜日花金にお伝えしていく番組となっております。楽しいな、すでに楽しい時間になっております。早速なんですけれどもね、普通オタの方をいただいておりますので読ませていただきたいと思います。ラジオネームちらっこさんからいただきました、ありがとうございます。藤原さんこんにちは、いつも鑑定スキルの花金ラジオ楽しみに聞いています。私は鑑定スキルの漫画が大好きで全巻購入しております。でも普段はあまりアニメを見ない人なので見るかどうか直前まで迷っていました。実際にアニメを見て動くアルスの可愛さとぴったり当てはまる藤原さんの声にドハマりしてしまいました。藤原さんが出ている他の作品を探しちゃうくらい声が好きです。これから成長していくアルスに期待しております。ありがとうございますちなっこさん。すごい私的にはこう漫画をからこう 入っていらっしゃる方がいると思うと、こうアニメの声を演じる私からすると、あ大丈夫かな、こうちゃんとイメージにぴったりでいられてるかなみたいなちょっと不安だったり、そういうのでいっぱいになることがあるんですけれども、ちなっこさんみたいなね、こういう動くアルス可愛さとぴったり当てはまる藤原さん、こういうねお言葉を聞くと本当に本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ねドハマりまでしてくださって、そんな藤原なんですけれども、急にね近況報告なんですけど、カホちゃんと遊んだよっていう話なんですけど、カホちゃんとは別に私自身が他で仲良くさせてもらってる友達がいるんですけど、その子にどうしてもカホちゃんを紹介したくて。カホナルミっていうとんでもねすげえ女がいるんだが一緒に遊ばねえかつって一緒に遊んだんですけれども、遊ぶ前から LINE でも本当に面白いんですカホちゃんって、遊ぼうよって言ったら行く遊ぶやったーみたいな本当少年のようなねリアクションをして、実際当日数人で遊んだんですけれども、でもこう LINE だとねやっぱみんなこう楽しくね和気あいあいとしてたんですけど、実際会うとカホちゃんも他の友達もすごく人見知りしてなかなかこう会話が弾まないっていう感じになったんですけど、ね、ご飯食べながらちょっとずついろんな話をしたりしてね、そんな緊張しながら、じゃあちょっとビリヤードみんな行ったことあるからビリヤード行こうぜみたいな感じになって、行ったら行ったでもうみんなすごい、みんなもう楽しくねポケットポケットいっぱいポケットして、もうやっぱスポーツ全般キャッチボールもそうなんですけど、やっぱスポーツって人と人をつないでくれるなっていうのを改めて今回ビリヤードを通して感じましたね。本当にカホちゃんのストイックさ、もうすごいビリヤードもっと上手になりたいってずっと言ってたんですよ。だからこれからもその友達引き連れて何回も何回もやっていこうと思いました。皆さんもやってみてください。ビリヤード友情をつないでくれます。はい、ありがとうございました。さあ今回もとっても頼りになるゲストさんが来てくれております。それでは鑑定スキルの花金ラジオ始めていきましょう。改めまして藤原夏実です。さあ今回のゲストはこの方でございます。どうぞ。ミレイユグランジオン役の田畑目瞳です。よろしくお願いします。テンションおかしくない大丈夫、ね、もうおかしいです私は。いやもうですね、今回やっぱこの番組をやる前にね、やっぱこう、うん、打ち合わせみたいなことをするんですけど、ね、皆さんとある、ね、もう史上最強にすごい盛り上がった打ち合わせになったなと思ってそうなの。いやすごかったですよね。でも確かに雑談は多かったよね、うん、雑談あれそんなことない、うん、そうかもしれない。でもその雑談の中でもういろんな生田部さんのお人となりやお人柄がすんごい垣間見えてめちゃくちゃ楽しかったので、それがもう冒頭から現れちゃいましたよね。そう、初めから半笑いで始まってたもんねどうしたのかなって切り替えられなかった
楽しすぎてもうちょっと気分がアップアップ。いやいやい いや嬉しいですよ本当に。今回はありがとうございます、来てくださって。いやいやいや、ね、藤原、はい、夏美ちゃんだよね。夏美ちゃんでいいのかな呼ぶの。はい、夏美でお願いしますいやいや、いいんですか。いや別に、え、なんで。私ナバタメです。あいやでも大体みんなナバって読みます。ナバ後輩さんとかは、うん、人によるかな。ナバさんって呼ぶ人もいれば、なんか知らないけどナバ様っていう人がいる。おっとっとっと多分トバちゃんとかはね、ナバ様って呼んでた気がする。あ、そうなんですねナバ様なんだそう、なんで様なのかわからないどこから発生したんだろうえ、じゃあちょっとフランクにナバさん、うん、それでお願いします。やった、ありがとうございます。すごい、早速距離が縮まった、嬉しいですね。はい、いやもう何、あ、最初はあれだ、花金は満喫していますかって話、まあ、ちゃんと台本通りに行こうとするんだね偉いけど偉いけどこれちょっとあれです、皆さん、うん、質問させていただいてて、やっぱ花金ラジオなんで、花金にちなんだ、ね、質問もちょっと。いやだってみんな言ってると思うけど、ほらうちらの業界花金関係ないからさ。その通り皆さん同じことでもどうなんだろうね、うん、なんかなんで花の金曜日ってさって思う方、はい、どっちかっていうとあれくそって思う方。すごい、うん、私お酒飲む役めちゃめちゃ多いんだけど。あ、はい、あ、そっか、ミレイさんも。そうそう、でも、うんうん、私自身は本当飲めないの。でも別にお酒の味が嫌いなわけではなくて、シンプルに多分合わないだけなの体に。あ、そうなんです。あ、そっか、だからすぐ赤くなっちゃったりとか、うんうんうん、もう酔っ払うから、あ、本当にコップ一杯も飲めないぐらいなのね。そのぐらいなんです。味は嫌いじゃないから、家ではノンアルとか飲んだりするんだけど。おーおーおお、だからなんだろうな、花金でさみんな盛り上がってさ酔っ払うじゃない、うん、いらっしゃいますね。見るのは楽しいからいいんだけど、自分に降りかかってくると迷惑だなって思うから、うん、確かにな、それはそういろんな酔い方の人いますもんね。そうそうそう、うざがらみしてくる人やら、そうそうそう、怒って絡んでくる人とかいるからさ、いろいろそう思うとチキクソってなるわけ。なんか楽しそうだねって、なんか明るくみんななんかもう一軒行くぞとか言ってるの見ると、うんうんうん、行けばって思うただそのなんか自分の芝居の中ではもうネタになるから、うん、あ、昔からそれは。なるほど、芝居始めてからはすごく注意して見るようにはしてたかな、うん、その飲みの場の皆さんのその様子を、なんかこうさ、ご飯が食べられない時とかにバイトでさ、うん、ジムとかやってたわけ私。会社でジム仕事をしたの。カタカタカタ。そうそうそう。でその時にさ、うんうん、まあみんなが、皆さんがね、サラリーマンの皆さんが飲みに行くっつって、はい、それはそれは激しい飲み方をみんなするわけよ金曜日に。そうなんですか。それを見た時にサラリーマンってストレスあんだなって思ったから酔っ払ってる様を見てたから日々疲れてらっしゃる。いやあんなに普段、うん、割とこうシステムエンジニアの方とかがいらっしゃったからさ、はい、会社にさ、はい、あんなに普段こうもう真面目に黙々と仕事をしてらっしゃる方が、はい、金曜日に飲むと、うん、こんなになるんだ、なんかよくわからないはしごとか登りそうに、なんか電柱とかの柱のさちょっと上にあるさ、 ありますね、あるじゃん、あれとかをさ絶対届かない、登ろうとするわけ頑張ってそういうの見るとストレスなのかなって見てたんだよねすごい、お酒はここまでも人を変えるのかと、そう変えるんだなってすごいな思いながら、うんうん、私の花金は過ごしてた。あ、そうなんですね。そういう意味ではね。あ、なるほどなるほど。そっか。だから実際、そっか。ナバさん自体が飲んで酔っ払ってしまう、そのひょうきんになったりとか、うん、そういうことはあんまりなかったんですか。私は酔っ払うとヘラヘラしてるみたいで、うん、さらに、うん、あ、え、待って、どういうことちょっと待って、どういうこと、ちょっと踏み込みすぎたかちょっと早速踏み込みすぎてしまったけど、でも確かにヘラヘラしててずっと揺れてるんだって、はい、だってこう横揺れでずっと揺れてて酔っ払って、あ、そうなんですか、ずっとにヘラにヘラしてて会話にならないって言われて、で大体酔っ払うともう帰れって言われて、はい、タクシーに乗せられて帰らされる、ね、やばいっつって、あのどっちかっていうと平和寄りな酔い方ではありますよね。平和平和、なんかもううらーみたいな感じじゃなくて、ただただ、うん、フラワーロックみたいな感じでこうずっと音に合わせて揺れてる感じ笑顔で穏やかにありましたよね、鑑定スキルでも、うん、
飲みに行く、皆さんでご飯に行くタイミングがあったりとかして、うん、その焼肉に行かせていただいたんですけど、ね、確かにその時も飲んでなかったでしょ。飲んでなかったですね。みんなの羨ましい、なんかいいな飲めるのと思って憧れはあんのよ。あ、飲めることにガブガブ。そう、あ、そっか、なんかビールとか飲んで、うん、うまいとか言いたいから、確かに家でひっそりとノンアルコールを飲んでなんか真似事をするの疑似体験を疑似体験してこんな感じかな、こういう感じ、なんかプハーとか言いたいから。あ、なるほどな。なんかおつまみとか用意して一人でやることはあるこっそりこっそりと大人ぶった感じ。もう大人なのに十分いつかな、こうちょっと破天荒にもうはっちゃけてる名渡さんも見てみたさ ありますけど、ね、体が壊さない程度にそうねそうですねありがとうございます。いろんなお話を聞かせていただいて、はい、はい、そんなアニメの方なんですけれども、うん、11話までが放送されましたね。11話のタイトル、ミレイユグランジオンですよね。タイトルになってると思って。そうですよ、すごいですね。もうなんかね、10話のもう最後の方でグランから喋ったのそこからがほとんどか。そうですね、7話ぐらいに本当にちょこっと最後だけちょこっとだけ出てきて、 この人は誰だみたいな感じでちょっとだけ出ましたけど、うん、おやおやまた出てきたぞみたいな感じで再度姿が現れたのは10話の一番最後からでしたね。長かった、その待ってる間あの一言出てから待ってる間すごく長かった大変お待たせでした。次いつ出んのかな、次いつ出んのかな、まだかな、まだかなって満を持してね、10話からちょっと出てきました、登場したわけなんですけども、はい、ね、アルスがなんと化け物だって言って終わったわけですが、うん、嫌な終わり方ねどんな言い草だって思いながら終わったわけなんですけども、ミレイユさんのもう鑑定結果が凄まじいという、ね、そうなんですよ。もう統率も武勇も高ければ、うん、知略はロセル君を超え、いやなんだったら野心はリシアさんをも超え100っていうね、もうマックスと言っていいほどね、もうそんぐらいの凄まじいスキルの持ち主、うん、ステータスの持ち主っていうことで、アルスもう叫びまくりでしたね最初の方。なんかね、このキャラクター的にやっぱみんなよりお姉さんだったり、はい、だからなんだろう、余裕じゃないけど、はい、少しちゃんとみんなからこうバンバン当たられても打たれ強いっていう芝居つうか、うんうんうん、なんか勢いよく来られても、はい、受け答えられる、うん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 、ようなのは一応ね意識はしてたんだけど。そうなんですね、うん、もう確かにあのなんか不死身なのかなって思ってました本当生さん の, あのお声お芝居を聞いて死とか迎える人かなみたいな、なんかね、その辺のそのなんか厚さというのをなんか出したいなと思ってた、うんうん、その地についた感じと、うんうんうん、やっぱ本人もでかいじゃない、身長もさ、結構がっつりしてる、うん、それがなんか出るといいなと思いながらやってはいたかな。あ、なるほど。でも、うん、やっぱ一緒にやっていてそれはすごい感じてましたね。しかもやっぱ敵側の、うん、こう参謀の ともこう兄弟仲にあるっていう、うん、あのトーマス・グランジオンさんっていうね、弟がね、弟がいたんですけど、やっぱそんなちょっともともと敵の方にも関係があったっていうのもあって、うん、だからでもまだ分かんないもんね。見た感じなんか裏切るかもしれないって思うかもしれないね。そうなんですよ、野心が100だし、うん、そうだからやっぱ私的にもあれミレイユさんどうなんだっていう、どっちなんだろうっていう、本当に原作読んでいても、うん、はちょっと本当にどうなるか分かんない。あのアルス自身もやっぱみんなが反対するんですよね、うん、ちょっとミレイユは危ないって言って、うん、敵の方にもちょっと関わってた人間だしみたいなこと言って、うん、まあ、それでもステータスを見る限りは確かにちょっとリスキーかもしれないけど、この数値を見る限り野心にしないのはちょっともったいないというか、うんうん、ここで野心にしとかないとみたいなことはあってからの、まあ、アルスが家臣に迎えるわけなんですけれども、うん、でもね、迎えてからもみんなもういやーすごいよね、おいみたいな、あいつどうなってんだ感が本当にすごかったですよね本当だよね、全然味方いないんだもん、も味方いないんだもんね、ローメントゲに来てからもいろいろてんやわんやしててやっぱ今までにないポジションの方が増えてすごく
見方もすごく幅広く見えてきたなっていうのもありますし、うん、まあ、でもね、なんか老弁時に来てくださって、うん、やっぱ離れたくない、ここに来て離れたくないっていう風に思ってくださってるのも事実で、ミレイユさんが、うん、なんかそういうことをちゃんと芯で思ってくださってるのはすごく、なんかあのひょうひょうとしてるミレイユさんが思ってくださってるのはすごく嬉しいなって思いつつ、うんうん、一匹狼じゃないですけど、なんかそういうイメージ、うん、そうね、そうね、なんかこうやってちゃんと居場所をこう求めてるじゃないですか。いやでもなんかね、あの現場も私も後入りなわけじゃない、うんうんうん、あ、はい、だけど現場の空気もすごくよくって、アフレコ現場のですよね、うん、なんかみんないい子って言い方変だけど、なんか嬉しいなきちんとなんか受け入れてくれる体制が整ってて、現場自体に、はい、だからなんかお客さん感覚みたいなのがないというか、うんうん、初めはやっぱちょっとさ、なんかみんな緊張もするじゃない。確かにこうなんか入りたては、ね、そうです。だけどなんかそんな感じでもなんかすぐ馴染んだ感じはしたかな。もう一員にちょっと慣れたような。大丈夫だった？え、もちろんですよもちろんですよもうなんなら本当そう言ってくださって嬉しいです。うん、だからなんかそういうのけものになった感じはしなかった。あ、よかった、ありがたかった。よく、そんな言う、こちらこそ、こちらこそありがとうございます。いや嬉しいな。やっぱこう今までのゲストさんもすごくなんか現場いい雰囲気だったよねって言ってくださってて、うん、同年代の方がやっぱちょっと多かったりもしたので。ああ、そうだね。でもやっぱこう先輩である奈緒さんがそういう風に言ってくださると、うん、なんかみんなすごい、うん、うわ嬉しいなって思います。楽しい現場だなって。よっしゃやったぞだからね、多分そういうのがね、また作品にも乗っかってると思うんだよね。さらにだといいな。元々ね、鑑定スキル原作めっちゃ面白いじゃない。面白いです本当に。だからそれがそのさらにやっぱ現場の雰囲気と、うんうん、そのやっぱ声が入ることでなんか何倍にもなったら嬉しいなって思うじゃんみんな。なんかそれがみんなある感じがしたから。いや、それも全てあの、いや、やっぱ皆さんのおかげです。いや、座長のおかげじゃない。いやあのある座長のおかげじゃないですかね。いやちょっとミレイユっぽいな。ごまってるな。あれ、いやでもこれはね、アルスも言ってますけど、本当皆さんのおかげなんで。いや本当にありがてえ、もうあの本当にありがとうございます。いや本当に、いや、ちゃん頑張ってたと思うよ。おいおいおい、続いちゃうぜ、終わらないぜ、おいおいどんどん聞いちゃうぜ。いや、もうあの、もうそんな嬉しいですよ。そんな、え、あれ、もっと言わなきゃダメだった。ええいや、本当に、でもそういう、で勤めがちゃんとできたのなら本当に本物です。いや、うん、座長として頑張ってたと思う。すごい素敵だったよ。え、大丈夫、次進むも。そう、ちょっと歓喜を回りすぎて自分の世界に入りそうだった。そうですね、来週もね、また楽しみということで、ね、そうだよ、来週も喋んなきゃいけないんだから。そうですね、来週は。いや、また体温が上がってきたぞ。続きましてですね、あの普通歌の方もまたあの紹介していきたいと思いますよ、うん。ラジオネーム、はるかかなたさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。藤原さん、ゲストののぶためさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。僕は鑑定スキルのアルスのような能力はありませんが、アルスがだんだんと仲間を増やしていく姿にとても共感しています。僕自身あまり何かに秀でているわけじゃないんですが、友達にそれぞれ一芸に秀でている人間が多く、まさに僕がアルスのような状況です。でもこれまでには自分には何もないと劣等感を抱いていたのですが、鑑定スキルを見て、もしかして自分主人公なんじゃと思い始めました。わら、藤原さんとゲストの生田部さん、それぞれお友達自慢をしてほしいですということで、お便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 お友達自慢ですかね。なるほど。でしかもなんか秀でている人間が多いんですね、はるかかなたさんの。でもさ、はるかかなたさんもさ、うん、自分が何かに秀でてるわけじゃないって、も周りに友達がそれだけいるってことはさ、うん、それも秀でてるよね。いや確かに人望に秀でているっていうことは確かにありますよね。うん、本当にアルスみたいね。うん、ありますか、友達自慢でしょ。なんか何かに秀でているかというと、そうだな、そうね、
私そうあうんまあ身近な友達で言うとそれこそ私は伊藤静香さんが身近な友達ですけど、はいはい、身近っていうか仲、うん、仲がいい、まあ、仲はいいかな、はい、なんとも言えないんだけど一緒にいるイメージが大きいです本当、はい、なんだろうあでも静香さんと結婚式したからラジオの企画で止まっちゃったあれなんでなんで生さんと伊藤さんが、うん、結婚式したのラジオの企画で誓い合うそうそうフライパン交換してちょっと待って昔ねいろいろと謎すぎるなそ、まあ、そこからの話がさラジオの企画で結婚式をすることになって、はい、で静香さんまあなんかねそれがねいろいろあってラジオがまあ終わるから、はい、予算が残ってるから使い切ろうみたいなそういうことなんだ話で結婚式やろうっつってちゃんと、はい、式場借りてすごいそういうねちゃんとノリの分かる式場の方がいらっしゃって式場を借りて、はい、そこで結婚式をきちんとしたのよ、はい、マジですかそうでお友達も呼んでみんな清掃してうちのお母さんとかも来てマジですかガチなやつじゃないですかノリが楽しいからっつって来て割とちゃんとね結婚式場でやったのよ、うん、でその時に私はなんかどっちかがなんかドレスどっちかがタキシード着ろって言って私はタキシードになったんだけどあまさかのそうね藤田さんはドレス着てあそうなんだじゃあフライパン誓いのフライパン交換しますっつって私はその時使ってたレミパンを静香さんにあげて静香さんはすっげえボロボロの使い物にならない黒焦げのフライパン渡されて捨てたけどまあすぐ捨てたけど私しかもお互いが使ってたものフライパン交換誓いのフライパン交換して結婚式したんだけど、はい、ちゃんとお友達とかからのコメントももらって、はい、すごい本格的ですね式場に来てくれた人はみんなお弁当ときちんとコースみたいな弁当ちゃんとちょっとしたお弁当を出してすごいってやったんだけど、うんうん、まあ自分の友達だとはそのね、はい、ちゃんとね写真は撮ってたんだよ、はい、でビデオも回したのにビデオが、はい、撮れてなかったっつって何も残ってないの、そんなにラジオの曲できちんとやったのに写真が何枚かあるだけで映像はもう映像何にも残ってないのそんな幻の結婚式よ写真でしか残っていない幻の結婚式になってしまったそうそうっていうことが、まあ、そういう意味で静香さんはまあ仲いいんだけどそうだなすごいなだから静香さんはまあ酒飲むしあの人も飲む人だから あ、うん、あの人が一番私の中でその芝居の勉強になる人でもうすごい身近にいらっしゃったあの人の飲み方見てあこういう無茶をしちゃいけないなとかあなるほどなんならミレイユさんももしかしたらそうね静香さんは本当にひどい、まあ、今は最近はちょっとはねまともになったらしいけどあそうなんですね、うん、昔は本当ひどかったなんか知らない人に飛び蹴りしてたりとかして大丈夫かなしてる時代もあったりとか、はい、もう昔ね20年ぐらい前よ酔っ払って誰か友達だと思って、はい、って蹴通したら全然知らない人だったとかそういう話とかは聞かされた大丈夫無事だったのかなの、うん、両方ともね伊藤さんもっていうぐらいかなし、まあ、それが自慢、まあ、自慢なのかないやでもなかなかいらっしゃらないような方じゃないですか。そうね、すごいよね。いやすごいと思う。確かにこう私も現場でお会いする伊藤さんにお会いすること何度かありますけど、うんうん、やっぱこのプライベートのお話とかはあまり聞いたことはないんですけど、うんうん、ちらほらとやっぱすごいみたいな。すごいって聞くよね。はい、お伺いするので。だから私もさ、まあ、見たことあるし聞いたこともあるけど、はい、なんかこの間それこそ事務所の後輩とかがさ。はい。なんか伊藤さんが酔ってる姿見てすごい光栄でしたって言っててそんな光栄になるようなことなのって思いながら話を聞いて伝統みたいなそんなかやっぱそんな感じなんだあの人って思いながらそれを見れたらみんなすごいって思うような感じなのねってあーなるほどすごいすんげーちゃんと自慢だったちょっとなね私もすごく誇らしい友達はたくさんいるんですけれども、うん、まだねちょっとねトリッキーの部分は私も見つけてお話したいなと思いますはいありがとうございましたありがとうございますはいということでここで1曲お届けします。好評発売&配信中のオープニング主題歌です。トゥルーさんでブルーデイズ。連れ出せるのかな
てやろうじゃない。ほら行こう、一歩踏み出した途端に世界変わった、なんてことないように晴れる舞台、丸めた戦場引き込んだ希望の重さ背負って、分け合いたいな夢の向こう、ああまた見る誰かに Say Hello しよう、ただ流れてくるよ。逸材募集。この逸材募集のコーナーではリスナーからの自己推薦文を募集、投与するか否かをアルスこと藤原さんにジャッジしていただきます。坊ちゃん、坊ちゃんお願いしますよ。おい任せてくださいこれドキドキするんですよね毎回。じゃあ行きますよ、はい、ラジオネームマッタンさんからいただきました。ありがとうございます。私がアピールしたい能力は動物に好かれるということです。鑑定スキルには個性的なキャラクターがたくさん出てきますが、はい、動物系に特化したキャラクターはいないと思います、うん、そこで私のようなむやみやたらに動物に好かれるだけの能力も使えるのではないかと思いました、はあ、ちなみに田舎暮らしなので近所の野良猫を手なずけるくらいにしか使っていませんぜひご一行ください。あ、なるほど、あいいですねいいですね。どうですか、動物には好かれる方ですか。どうかな、どっちかっていうと、あ、でも猫ちゃんは割と寄ってくること多いかもしれないですね。でも猫アレルギーなんですよ悲しい。 いや、そうなんです特に野良猫がやっぱ特に大打撃なので、まあね、触りたいけど可愛がりたいけどダメだみたいな感じになっちゃってすごいもどかしいんですけど。どうなんですかね。でも動物自体は好きなので、なんか動物系だったら何に使えるかね。でも確かに、なんだろう、身近に、でも犬、ワンちゃんとか、ワンちゃん嫌。私羊におしっこかけられたことあるよ唐突え、それは意味が分かんなかったけどそれなんでって動物園とかですか。あのね、あ、でも動物園じゃないけど、牧場みたいなとこに遠足で行った時に、はい、あのみんなカバンを置いてさ、ちょっと遊ぶじゃない、はい、広場とかで、で放し飼いになってたんだよね羊が、はい、で私もリュック置いといたの、みんなと一緒に、はい、みんなと一緒に置いといたのに、はい、私のリュックだけおしっこかけられてピンポイントにそれ、ね、遊んでるって言ってたんですけど結構幼いですかそれは。ね、おいくつの時ですか。あ、でも小学生の時だよでしょうがないからさ、私のしかも背中のとこにさ、おしっことうんちとかけられて、まあ、羊だからさバーバーって行くじゃんで帰ってきたらみんなで置いてあるとこに私のとこだけが汚れててでしょうがないからさ、まあしょえないじゃない、はい、手で持って帰ってボトボト落としながらこう悲しかったけど、もう選ばれし者なんかな、すごい引きがいって言ったらちょっと失礼になっちゃうのか分かんないですけどだからそんなことあるんだってなりますね。私は好かれてるってその時は思ったけど、みんなは嫌われてるって思ったみたいな確かにな、視点がな視点がな、ちょっと人それぞれな、え、ちょっとな今の話を聞くと、うん、そうだな。いやでもあれ動物ですもんね、動物全般だから、うん、確かに疲れてうんこやもういろんなものをぶっかけられるということもなきにしもあらず、はい、どうですか、もう出ましたか。そうですね、あ、じゃあはい、決めたいと思います。では夏美ちゃん、はい、ジャッジをお願いします。はい、こちらのリスナーさんを東洋島しないのかいちょっとやっぱ私はきらびやかな世界しか見えてなかったです。あ、はい、いろんな動物と戯れる、うん、ムツゴロウさん的なね。あ、そう、よしよし、かわいいなかわいいなって、確かに そのことを考えていなかった、あのナバさんのおっしゃるようなそういうこともあるんだということを私は忘れていました。きっとそういう好きもあるでしょ、あ、動物的にはさ。確かにな、確かにな、そういうことも含めてみたいなってことですよねでも私はそれに対応できる気力を持っていないかもしれない。
ということで、はい、本日夏美ちゃんに謁見できる方はいませんちょっと前回からちょっと不採用ばっかり。そうなんだ。そうなんです。前回もまさかの厳しいですね。ちょっとあれなんです、厳しめな藤原で行こうかなって、うん、今まで逆に採用が多かったので、うんうん、ちょっと前回から厳しめに行こうかなと思って。急に前回から急に厳しくなったそうなんです共に罪悪感も感じ始めていますけれども、まあしょうがないです。そうですね、うん、ちょっとあのシビアにジャッジをこれからしていこうかなと思いますので、はい、はい、ということで引き続きたくさんのご参加お待ちしております。ではここで鑑定スキル関連の最新情報をお届けします。まずはブルーレイ情報です。鑑定スキルのブルーレイ第1巻が2024年7月24日水曜日に発売です。キャラクターデザイン八尋優子さん書き下ろしダブルブックケースや原作未来人 A 先生書き下ろし小説など特典が盛りだくさんです。続いて音楽情報です。トゥルーさんが歌うオープニング主題歌ブルーデイズが好評発売&配信中です。アルスのジャケットが目印です。そして花澤香菜ちゃん演じるリシアプレイドが歌うエンディング主題歌ファイナリーも好評配信中です。オープニングとエンディング合わせてたくさん聴いてくださいね。はい、そして現在アルスの異世界能力鑑定も公開中です。ぜひぜひ皆さんもアルスに鑑定してみてもらってくださいね。詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。さて今週末のアニメ12話なんですけれども、うん、タイトルは誓いということで、11話の模擬戦の続きですね、うん、はい。そしてミレイユさんの作戦の真の目的は勝つのはどちらのチームなのか、いよいよ最終回今そうだと思って、そうだ最終回だ、そうだよミレイユさんおやあっといおやおやあれあれ出て最終回になっちゃった。おかしいな、おかしいなまあね、でもねすごく楽しい回になっていますので、うん、ぜひリアルタイムで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。お願いします。以上最新情報、そして今週末に放送される第12話の情報でした。鑑定スキルの花金ラジオ、鑑定スキルの花金ラジオ、そろそろエンディングの時間になってしまいました。番組ではアニメラジオの感想、私やゲストさんへの質問、逸材募集のコーナーへの投稿をお待ちしております。メッセージは現在お聞きのサイトにあるメッセージ投稿フォームをご利用ください。たくさんの投稿をお待ちしております。そして生さん来週も何卒よろしくお願いいたします。いやよろしくお願いしますお願いで、ね、すどうでしたか今日楽しかったよ。あ、よかったよかったいやあのこうトリッキーなトリッキーってなんやねんトリッキーな、いや、まだまだこんなん序の口だぜって感じですよね生さん。いやいや私は、はい、私は普通、本当に私は普通の真面目な人間ですからいいえいや、おかしいな、おかしいなそんなことはないんですね。来週はもうじゃあもっとなんか大人な私を見せるよ。あ、いいんですか。うん、あれでも、うん、大人なノブさんか、大人な真面目な私を見せますうん、物足りないかもしれないないやでもね、あのミレイユさんのこととかもいろいろお話ししていただけて、ね、本当に私も楽しかったです。楽しかった、はい、ありがとうございます。来週もあるということでね、はい、はい、来週も楽しいお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さんも最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでお別れです。お相手はアルスローベント役の藤原夏美とミレイユグランジオン役の信為ひとみでした。それでは皆さん良い週末を。